こちらの商品は iPhone5、iPhone5S に対応したケースになっています。はい、こちらなんですけれども、実は後ろ側にカードが入れられるようになっています。で、カードはカードでも IC カード、例えば、まあ、Suica、PASMO、あとはエディとか、そういった、まあ、電子マネーが付いているようなカード、そちらをこちらにこうスッとスライドして入れることができます。で、入れられるだけではなくてですね、こちらがですね、実際にタッチをしてみたときに本領が発揮されるんですけれども、実際やってみましょう。今カードが入っている状態で、こういったタッチパネル、タッチするところにします。そうするとじゃーん、よく見ると見えますか、光ってるのが、このサイドのラインが、はい、綺麗に光っています。実際はタッチするときって、まあ、一瞬だと思うので、ピッてやってはい終わりって感じだと思うんですけれども、それ以外のところにタッチしても特に光りません。ただその読み取り機のところにかざすと、なんと光る、そんな商品です。ぜひお試しください。